九谷百万石の吉田です。九谷焼をやって5代目になっております。今回桜の湯飲みを提供させていただいています。非常に桜色で綺麗な湯飲みになっております。中にも花びらがあり、お茶を飲むとき楽しんでいただけます。この湯飲みは東和久さんが手引きをしております。東和久さんは人間国宝の吉田稔先生の記事も手掛けており、定評があります。手引きなんで持ち応えが非常にいいです。ぜひ皆さん使ってください。今日はありがとうございました。